汚いです、ほんと汚いです、臭い、ちょっと危ないやつです。キャリーケースの中から何ヶ月も前のおにぎり出てきたこともあったし、で早も一緒に出てきたんですよ。ペットボトルとかも飲みかけをずっと放置してなんかカビてたって言ってました。キッチンとかのシンク、あそこに服詰め込んでるし、髪の毛で床見えなかった、床見えないし黒いしみたいな。とんでもない巨悪の存在が明らかになった。 AKB グループ汚れアイドルナンバーワンはこの女だ。 AKB グループ一の汚れアイドルの正体は、まあ、谷まりか、谷まりか、谷まりかちゃん、谷まりか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 、幼稚園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 。我々はすぐさま女の自宅へ急行。ちょっと待って、ちょっと、ななな、あれあれ、カオスさんじゃない、あれ、何、意味不明な言葉を発する容疑者。あれ、カオスさんじゃない、カオスさんじゃない、見させてもらっていいですか。え、ね、マジで言ってます、え、嘘でしょ、え、本当に、明らかに挙動不審。お気づきだろうか、入り口にうごめく悪の気配を。ガチのやつだ、ちょっとね、ちょっと、あー、見ないで見ないで、本当にこれはね、え、ダメって、ダメって、ダメって、ちょっとどこ取れんの、え、不思議みたいな、やばか、足の踏み場もないとまさにこのことである。これすぐやすく脱ぎっぱなしってことだ、キッチンだよね、やばいやばいやばい、下手でカチンなんて今度でしょ、これ4個置きです、はい、洗濯しました。その時にちょっと溜まりすぎてどこ置こうかなと思った結果、流しに置く、料理、あ、それが名古屋に来て6ヶ月なんですけど料理一度もしたことないです。やばい、それそうでしょうね。この状況で笑うのは正気の沙汰ではない。洗濯機の足元ケトグミが共存している。風呂場にもケ、そして洗い終わったタオルにも毛が付着している。洗ってないじゃん、ちょっとガサツ。しかしこれはまだ序章に過ぎない。そしてついに悪魔の住処に突入。マジでこいつ、ごめんなさい、ゴミしかないんですか、ね、いつもここで一人で干しながらテレビを見て携帯をいじって、その時我々はある黄色い液体に違和感を覚えた。これは1週間前に飲んでたオレンジジュースです。うわ、やばい、なんか白い、白い、なんかこれ、捨てるときにやっぱ匂うじゃないですか、草だとか、そういうのが怖くてちょっとずっと持ってた。クサクサのはお前らの、果たして想像通り臭いのだろうか。うっ、臭い、やばい、それだけ馬っていうものを置いてるんだからね。腐敗臭が部屋中に広がる、恐ろしい女だ。こんな中で生活するのは容易ではないはず。ちょっと待って、何これ、何、ちょっとやばいです、これこれはいつ爆発するかわからない、パンパンに膨れ上がった爆弾ドリンク。新しいデザインのペットボトルじゃないの、いつもですか、覚えてないです、誤解されちゃうかもしれないけど、パンパンの、確かに部屋は 汚くても寝る場所さえあれば大丈夫なんですよ。軽い気持ちで始めたガサツ行為、今さら後悔しても遅いのだ。衝撃、かなり衝撃映像。うわ、やっぱ可愛らしいお姉ちゃんたちの家がさ、あれってちょっとね、でも放送しちゃいけないぐらい汚いじゃん、ね、お風呂のとこの排水口ね、あれ映していいんですね、本当オレンジジュースとかもさ、なんか白くなってましたね、カビみたいな、パンパンの、あれ怖い、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 あれ怖い、新デザインのね、ペットボトルがどんどん膨張しちゃったんですよ。
HKT から最近 SK に移籍してめちゃくちゃ頑張ってるって、今ファンの方から人気がどんどん上がってて、かなり本人にとってダメージがでかすぎるんじゃないかと。いや、いい子なんだけどね。いや、めちゃくちゃいい子なんですよ、ね、頑張り屋で、ね、いい子なんだけど、あの頑張り屋って言ってさっき、ごめんなさい俺間違えたな、頑張ってるやつこんな部屋じゃねえもん